のと、あでもこのマッハも、はい、世界一有名になったんじゃん。結構みんな見てあるやろ。あんまり乗ってないですからね。うん、はい、あのサンデムステップって言ったりしてて、はいはいはい、サンデムステップはそういう吉井さんの子だ。いや、もう自分でつけました。はい、自分で加工した、はい、NSR の、はい、あとその利用して、うん、上手に。それなかったら2人で出てへんもんな。基本的にしないんですけどね。うん、ね、いざとあたりにはね。これで遠征とかした東京とか。いや、もう本当に時間ないんで、時間がそろそろ、うん、どれくらいですかね。どこ行っても注目されるやろ。素晴らしい、マジよ。栗村さん、ね、おかげでまた調子よくなったんで、つながっていってもらって、俺も紹介して鼻高いしな。はい。